始まりましたブラックバニーぴょんぴょんということでですね、第4回目のブラックバニーが、スタートしたわけなんですけど、今回バチディーラーの衣装で来ておりますということで、前回ですねカメラマンに見事勝ちまして、あのバニーの衣装は回避することができて、今回もディーラーの衣装で来ております。今回も勝てば粗品の方がもらえるということで、前回の粗品はですねちょっとなんか粗品なのか何なのかちょっと私にとってはよく分かんないものだったんですけど、そのもらったものにこの先触れることなくブラックバニーが進んでいけばなと思っております。さあ今回もですねキングオブキングス高槻店さんにて収録の方させていただくんですが、あの整理券の方引いてきました。ちょっと待って、携帯に入れてるんだわ。今日ね初のブラックバニー土曜日ということで、朝の並びが結構いまして、その中で早めになりました。9時15分かなから配布が始まるんですけど、あの8時50分ぐらいに並んで158番、この後もずらーっているんですが、一応狙い台の方があんま大きい声で言えないです、取られちゃうかもしれないので4台しかないんですよ。あの忍び魂を狙っております。ただね158番ということで、まあ今だったら準寝台に当たるんですかね、なのでちょっと取れるか微妙なんですけど、とりあえずは狙い台忍び魂で今日は頑張っていきたいと思います。それではですねカメラマンさんのカードを引きたいと思います。次はトランプですね。あのとりあえず朝は1枚だけ、1枚目に引いたやつだけは見れるんですけど、あえて触れないでよ、もうここは、あもうここはスルーしよう。100均でしょ、買いなよ。ちょっと一応チェックしとこう。あのキングとかあの JQK この辺りをね抜いてる可能性がね、抜いてない、ちょっと待って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 、不正発覚した。ちょ本当抜いてるくない、ちょっと待って、いやいや K と J 足りないよほら。いやおかしくない、ガチで違ういやガチでなくなるのはいいよいいよ、しょうがない、それはそういうトラブルもねあると思うんですけど、買えよ、100円出すよ、100円ならせが、あはじゃねえよあ、J あるわ、J あったわ、2枚足りないぐらいかな、うん、まあいいやじゃあ入って、なんかもう素直に認めるから言い訳とかそんなになく、そうなんですよ、なくしちゃったんですよっていうか、もういいや、じゃあもうこのままでいきますね。まあ今連勝中なんでちょっと余裕があるんで、そこはもう、しかもあの今まで弾いてたあのカメラマンさんが俺じゃちょっとダメなんじゃないかなっていうことで、違う助っ人のカメラマンさんが今回弾くらしいです。かなりね運を持ってるみたいなんでお願いします。それは見れます、いくよ、せーの、じゃん、2、今までで一番低い数字じゃないかな、2、とりあえず2です。あとの2枚はエンディングで発表となるんで、これは見れません。ちょっと待ってめっちゃ目見開いて瞳孔が、はい、透けない透けない、トランプそういうのないからそういうのしたらもうトランプの意味なくなっちゃうから、ダブルで行くタイプ、ちょっと待ってちょっと ダブルで行くタイプですね。はい、決まりました、本日の、あ、ください本日まずとりあえず、1枚目が2、残りの2枚はエンディングで、この足したこの3枚のカードの足した数字と私の獲得枚数どっちが21により近づけるかでブラックジャック勝負となりますので、それによってブラックバニーの衣装を着るか着ないか、これが決まってきます。とりあえずはですね、あの実践の方を楽しんで、あの忍び魂ですね、もし取れたらですよ、うちのそんなに3回目ぐらいなんですけど、初代をまあ打っているので、まあ、そういうのをもう検証している台なので楽しみながら実践したいなと思います。それでは行ってきます、ぴょんぴょん、はい、いや絶対見せない、絶対見せないからな、見せないよ、これはこれもうこの時点からシズが管理するって決まって、ランパーだ、お願いします。いやー取れるかな、取れるかな、
か、白身魂です。はい、それじゃあですね、村くまり第4回目白身魂暁のショー、ギリギリ取れました。本当に良かったということで、実践スタートしていきたいと思います。前日が結構あの良さそうな感じの台ですね。皆さんご存知かと思いますが、A プラス ART 機となっております。これはチャンス名ザ・チェリーですね。あ、じゃあチャンス名じゃない、チェリー。これはカウントしていきます。一応挟み撃ちすると追加は取りこぼしがないので、挟み撃ちがいいかなっていうのが、今2回目ですね。これカウントしていくんですが、失点1で30分の1、決定6で26分の1と、これあのカチカチちょっとね、めんどくさい作業かと思うんですけど、今結構最近の台って数えてくれるじゃないですか。あのこれだと台とも、とかがなくなっちゃったんで、自分でカチカチしていかないといけないんですけど、そこに設定差があるので数えていきます。お、これは強チェリーです。コーナー付き態度結構あります。100分の1ぐらいで押していきます。さあどうだ、
構負けてる時を見ることが多かったんですけど、私はね、白身魂よく打ってるし、ちょっとチャレンジしてみようって打った時に本当に何にも起きないから、何が面白いのか本当全く分かんなくて、なんでそこまで白身魂に育ってこの人は打つんだろうと思って、まあ、楽しさが分からず、もちろんあの解析とか数字とかも全く知らない時だったんで、こうやってパチスロをいろいろ打つようになって、あ、なるほどね、何が楽しいかっていうのが今になって分かるというか、だからその今までこう5号機打ってて、やっぱ特化ゾーン、これだけ特化ゾーンないんで、激しい演出とか特化ゾーンとかいろいろチャンスゾーンとかね、あれ打たれて、それに慣れてる方からしたら本当に退屈な時間を過ごす方がこの忍び魂って、なんだこれはって思うんだろうなって。チャンス目です。チャンス目の時はこれを押さないとフラッシュしないんで、今日初チャンス目、さあどうだ、先ほどボーナスをいただきたい。あーダメダメなんですが、このあと ART に当選してるかどうかっていう演出に、最後のバトルに勝てば ART 勝って、いいペースで倒していける。ない、あー、いらっしゃいました。新入社だね、大体2回ぐらいです。ちょっとの方がチャンスアップです。あーダメで、今回一発目のチャンス目では ART 同士ならずと、この今溜まっていってるかけら、これなんですけど、まあ、あのレア薬引いた時とか溜まった時、500ゲーム以降だったかな、溜まった時とか、あとはあのレギュラーレンチャン2人とかすげえここが溜まります。ここがマックスに行って、でボーナスを引くと暁、まあ、ボーナスになるっていうところで、まあ、その暁ボーナスかなりチャンスになっています。引けたら、それがまあ引けるチャンス、だんだんその煽りふわーってなるのが、まあ、小中大ってあるんですけど、大きければ大きいほどいい、溜まってるかもよって。あとはこれが溜まってるかどうかっていう下が、おおおお、プレプレ、え、スプレー同時動作が一応あるんで、
これがもう1個下のやつはいいんですけど、失敗したんでこう2分の1当てます。自分でこう自力、はい、はい、失敗。はい、私は ART の抽選を1つ損したことになります。真似したらいけないやつです、これは絶対に。そういうね、例もお見せとかないと最初。はい、でもこれで今白が光ってるんで、何教えてくれるんですか。カピタリと同時に友達が乗ってくれたらいいんですけど、あ、乗りました。こう女の子カエデちゃんよりもこのおじいさまが先に乗ったりとかしたらチャンスアップで、あのカエデさんガマさんまで行ったら ART 確定となってます。今回は2回フェリーを乗ったんですけど、 ART のパスワードが0607、同色です。で、この後50ゲーム間の降格フリックバランスが50ゲーム間、これは50ゲーム間プラスアルファの効果に対して、この間に引くチャンス目がかなり大事になってきます。かなり大事になってくるんで、ここは叩きどころです。合格でのチャンス目なんですけど、設定値で 25.39、 設定6で 40.23 以外のがあります。高設定ほどもちろん入りやすい。でもそれでも 25%、 いつでも 25% あるんで、そうですよ。表現
ですよ多分。ほらさんのチャットで聞いたんで ART 駐車やってないんじゃないかなって。分かんないです。あでも本当下皿が危なくなってくれたのでありがたいコーナー。ここでもうそろそろ ART 駐車させたいなと思います。8799です。カエデちゃんまでしか乗ってくれませんでした。そうなったらもう分かった、もう引きます。え？Thank you.
さ、これが48作リプレイかなんかで、今オーディションあったみたいな。この方角ベルコーバーして落ちるんですけど、これ中に3つ目引いたら 100% で入ります。めっちゃ大事なとこ。いけるかな、持ってるかな、今日行きます。ある意味持ってるみたいなのが1ゲームでベルコースにて落ちました。いや、あのドキドキ返してほしい、本当。ただ今18ゲーム、残り12ゲーム間は高額にいるんでチャンスにします。どういうこと、早いな。あるよ、チャンス目。いきます。ちょ、もうあと4ゲーム早かった、 100% だったんですけど、いきました、チャンス目。22ゲームいやー、いける。ボーナスの可能性もありますよね。とりあえずボーナスはなかったと。なのでこの後、高額で引いたチャンス目が AR 手に当選してるかしてないか。いや、もうちょっとベルコボチクロ耐えてくれてたら。でもでもね、引けてるのは引けてるんで。Yeah.
いな下になってくる。次、佐賀県の10ですね。はい、君たち、レギュラーシルバー5912終わりました。ごめん、仲直りした時も、いつでもどこでも頑張り新着アプリ